ここの食事はすごいね。訓練学校よりずっと美味しそう。見て、シャンパンもある。何を考えてるの？未成年者もいるのにお酒を置くわけないでしょ。つまらない。ドリンクはいかがでしょう？ありがとう。つまらないって言ったのはどこのドイツよ。お礼はいらないわ。たくさん食べたから喉が渇いたでしょ。はい、ちゃんと受け取って。パーティーを楽しんでね。さて、例の新入りはどこにいるのかしら。わあ、ヒオオガのパーティーは本格的なんだね。ドリンクを配るメイドさんもいるんだ。私のことを知らないなんて、きっと新入りさんなのね。でも私が探してる相手は、あの名前だもの、男の子よね。あのメイドさんはどう見ても実力がある戦士だな。この人はオーラがあるわね。でも新入りには見えないし、他の基地から派遣された人かしら。あら、女の子同士で話をしてるわね。邪魔はしないでおきましょう。でもやっぱりデータ室に潜入して直接見た方がいいと思う。もういいよ、成り行きに任せることにする。外の状況はどんどんひどくなってる。もう3回目だ。このままだといずれごまかせなくなる。そんなことを心配して意味はあるのか。お前ほら、彼らのようにすればいいじゃないか。問題を忘れてさ、祝えばいいんだよ。何もなかったように。疲れた。そもそも来たくなかったんだ。戻ったらまた仕事とか、一体何なんだ。あれしかないだろ。第一研究所の所長が言ってたんだ。4回目もそう遠くないってな。危ない。え？ごめんなさい、ぼんやりしててぶつけちゃったわね。いや違う、僕のせいだ。こんな場所に突っ立っていてごめん、邪魔だった。ドリンク服についてない？大丈夫、ほら僕がグラスをキャッチしたから。炭酸水ありがとう。ちょうど喉が渇いてたところだったんだ。あら、反応が早いわね。普通の兵士には見えないわ。優れた戦士をたくさん見てきたけど、彼らと比べてもあなたの身体能力は超一流よ。もしかしてプロのスポーツ選手とか？褒めすぎだよ。数年間バスケをしてただけだから。数ヶ月前まではまだ学生だったんだ。ああそうだ、紫色の髪でメガネをかけてるかもしれない女の子を見かけなかった？彼女を探してるんだ。なんだかごめん、ここに入ってきたばかりで、こういうパーティーも初めてだから少し。大丈夫よ、紫色の髪の子ね。わかった、ありがとう。そうだ、ここまで話したのに自己紹介がまだだった。僕はケビン、ヒオウガの新兵のケビンだ。君は？